皆さんこんにちは、プロボーラーの大関貴之です。今回動画で紹介するボールは7月にハイスポーツ社より発売されますスマートセルです。今回のセルシリーズ最新作は 77H ハイブリッドリアクティブを搭載しています。非常にオイルに強いモデルになっています。ドリルレイアウトは 5×2 と 1/2×4 と 1/2 ピンダウンでレイアウトしてみました。それでは投球動画を見てください。投球してみた感想ですが、非常に大きな曲がりが出ます。アーク状の曲がりで手前から曲がろうとしっかり反応してくれます。キレはあまり感じませんが、ボールの動きはしっかり見える動きです。とてもオイルには強いため、キャリーダウンにも強いボールとなっています。そしてピンアクションは低く、ストームほど派手ではないのですが、地味ながら確実に10本のピンを倒してくれるピンアクションになっています。セルシリーズはとてもロングセールスを記録しているボールで、しっかりと転がり感を感じやすいシリーズだと言えます。本作のスマートセルも例外なくしっかりとした転がり感を感じることができるボールです。レーンの幅を取るボールではありませんが、その分安定感は抜群です。オイルの多いコンディションで非常に頼りになるボールだと思います。